2018年振り返り。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。年の瀬です。もう今年も終わってしまうということでね、2018年、ね、まあ今年のね振り返りをしたいと思います、はい、それではいきましょう。お願いします。さあさあ、というわけで、はい、まあ、2018年ね、うん、もう今年も終わるということで、うん、早い ね、 今年やった、うん、まあ、ワンピースの企画、はいはいはい、とりあえず一回ワンピースの企画って、そうだね、せっかくだしね、まあ、やっぱワンピース好きということで、購入でやらせていただいてることなんで、うん、まあ、今年やった我々の中の、うん、そのワンピース企画、うん、各々のベスト3、うん、一旦ね、俺らの中で、はい、あ、この企画良かったなみたいな、各々ちょっともう考えたの。あ、なるほど。ほんと早く欲しかったね。忙しいらしいんですよ。なんかね、じゃあ年末忙しいみたいで。そうなのよ。年始に来れるって言ってたんで。そうだね。そこでじゃあ2018年、セカンドで、セカンド彼の2018年振り返りセカンド、ちょっと忙しいみたいで、ね、すいませんね。はい、はい、じゃあ K さんの2018年、はい、はい、ワンピースベスト企画第3位何ですか。ワンピース誰のセリフか当てろクイズ。たかしはにわか軍が用意した問題に何問正解できるか。やったね。意外それなんですね。なんでなんでそれ3位なので、ここら辺ぐらい、もうちょっと前にもあったかもしれないけど、うん、にわか軍を作るったんですよ。もうちょっと前にもあったかな。あー、全然前にあるんじゃないですか。だからまあまあちょっとそこの軍はまだだったと思うんですよ、うん、あ、そう、僕とハー君で対決、にわか軍で対決とかはあったんですけど、手を組んだわけですあいつと。はいはい、にわか軍を。そうそう、もうちょっともしかしたら間に合ってたかもしれないけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、許して。記憶は曖昧。記憶は曖昧、はい、そこは許して、はいはい。でもちょっとここら辺で、要は、組んで ね、仕掛け始めたのもあったかなーっていうことで。なるほど。だからにわか軍の走りというか、ね。そう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 。まあもし前、多分前にもあると思うんですけど、そこはちょっと見逃して。曖昧だな。あったら教えてもらう。あったら教えて。多分みんなが詳しい。正直みんなが詳しい。確かに確かに。俺らもうね、うん、次々になってるから。すぐ忘れちゃうから。なるほどなるほど。そうそうそう、あ、まあまあでもそれ面白かったよね、結構、ね、うん。なんかフラッとやった企画にしてはさ、うん、あれ面白いってなってた、ね。そう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 。うん、で、意外とね、ありなんですよ。面白かったね。はい。でですか、僕の3位。はい、僕の3位はですね、割とね、僕ね、やっぱね、うん、最近が多いわ。最近ね、最近がちょっと多い。はいはい、はい、24時間でワンピースキャラの誕生日どれだけ覚えられるか、ワンピースめくるカード、こちらでございます。だいぶ最近じゃないですか。めちゃくちゃ最近、やっぱりもうだって印象に残りまくってるから。やっぱり、いや、なかなかその、何、ここら辺結構ハードだったじゃないですか、うんうんうん、そのハードな中での24時間をやるっていうのは、うんうん、なかなかそのね、うん、自分の人生においても、うん、久々だったから、あんなにマジでちゃんと勉強した。そう、マジでちゃんとなんか好きだけどね、ワンピース好きだけど、やっぱ勉強じゃないですか、うん、あれはもう覚えてっていうのは、うんうんうん、なんかめちゃくちゃ大変だったし、あと最後1問だけ外すっていうのがなんか俺らしいというか。あれは3位ですね、僕の中でノミネートされております。カズさんも行く？いや、僕も行きます。せっかくなんで3位ちょっと考えてなかったですけど、うん、みんなで答え合わせましょうですかね。あーあー、あれは面白いですよね。あれ地獄だったね。みんなで答え合わせるゲームやった地獄だったんですよね。地獄だ。でね、パート2で小屋さんたちともね、やったもんね。あれは合わせないから、合わせないから、全然ね、揃わないの。あれは大変だった覚えがある。あれは確かに。あれ、あの辺からだよね、終わりません企画。あれが最初の終わりません。最初か。そうだよ。あれは大変だった覚えがあるな。ね、全然揃わないから、だんだん仲間荒れしだして。お前絶対そうじゃねえのとか言って。で、終わりませんって始まると、ハフがすごい嫌な顔する。最近は。とか言って。やるんすか今日。今日帰れないじゃないですか。今日やるんすかみたいな。できるだけ終われません、やりたくないの。彼は帰れないから。あれガチでやってるからね、本当に。まあ確かにそれ印象的、俺もそうだ。俺ね、悩んだ。俺も実はね、それ悩んだ。それね、楽しかった。はいはいはい。楽しかったし、あと達成感もやばかった。はい、じゃあケイさんのベスト、ベスト動画。はい。第2位は何ですか。はい、ワンピースクイズ対決、たかし VS にわか連合軍、にわか軍勝てるかにわか軍、にわか軍で揃えてきてんの。これは、初めての
連合軍を作ったんですね。これなんだっけ、小屋さんと組んだんですよ。で、小屋っきーさんと組んだんですよ。なるほどなるほどなるほど。だからここから徐々に、徐々ここからかどうかわかんないけど、うん、俺はもう自信を持ってにわか代表だぞっていうのをバンバン言い始めたったんですよ。なるほど、ちょっとマインドが変わったわけだ。そう、マインドが変わりまして、いや、にわかでもいいんだと、好きだと言って。そうです、好きはいい、好きですからね。じゃあ連合軍作っちゃえよみたいな感じですよ。いや、面白い面白い。結構ファンの方もコメントに書いてくれる人もいっぱいいるんで、うんうん、だからいずれはそのね、100人1000人集めてバーンとこうなんか企画で過ごしに行くっていうのね、いずれはやりたいですね。俺ね、それ実は考えてた。ほ、うんと、そのね、みんなで集めて対決っていう、うんうん、あのこれじゃね、ジャンフェスはそれ要は言ったら1対1だったじゃないですか、うん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 、ジャンフェスの時はね、ちょっとまだ結果はまた近々動画で多分上がると思うんですけど、うん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 、そのそれがね、うん、そのもう何対何でみたいな、うん、だから100対3とかでね、そう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 、こっちで4、だから小池さんも入れて、じゃあちょっと4なんかね、そう、この4人でクイズ対決やるとかでもいいし、いや面白い、ね、絶対勝てると思う。まあドッジボールでもいいけどね。何の大会それ。ワークベース関係ないから、雑魚だから俺、にわかですよね、ドッジボールは俺雑魚だよ。そうそうそう、例えばね、例えばの話、はいはいはい、あんまあ、面白い面白い、うん、そのあんま詳しくないけど好きって人はさ、そうそうそう、なんか隠すもんね。そう、あの日本ってさ、うん、あのなんかそんなんの、うん、そういう文化ちょっと多少あるじゃないですか、まあ、まあまあ分かりますね、詳しくないのにみたいな、うん、分かりますよ、俺らもそういうつもりじゃなくて、逆にこれでも楽しんでんだぞっていうのを出したいっていうのを、確かにそういう意味でもあったから、そうですよ、それはすごい嬉しいよね。にわかでフィギュア携わってんだぞ。なかなかないぞこれは。これね、これの箱に出てるわけだろ。これの箱に載ってるっていう。そうだぞ。そうですよね、だからなかなか言ったもん勝ちだな、これ。言ったもん勝ちだな、これは。そうですよ、もう。いや、いいと思います。はい、じゃあ僕の2位ですか。はい、どうぞ、はい。いや結構ね、もう悩むね、やっぱ最近すごい面白い。まあね、最近ね、もう自分たちでもやってて面白いし、あと結構みんなも面白いって言ってくださる結構多くて、すごい悩んだんだけど、やっぱりこれでしょ、うん、はい、私の第2位こちらです、うん、はい、ワンピースキャラの好物だけで1週間生活した結果、ワンピースビブルカード1週間企画、これは面白かったね。やっぱこれは面白かった。あと大変だった。すごく大変だった。あの動画の編集がなんせ60時間ぐらい多分かかったんですよ、あれ。もう1週間かかったね。いや本当にかかった、もう丸々もう3日目に関しては20時間ぶっつけちゃって、終わんね終わんね終わんねっつってやったから。いやー、ね、大変だった覚えがあるね、あれは。いろいろあと気づかされたしね。で、再生数もね、ありがたいことに。よかったね、言って。俺さ、30万超えて。嘘1万回ぐらいだったなとか言ってさ。大赤字よ。コストも、時間的なコストも、あとステーキとかキャビア食ってるから、お金的なコストも大赤字。大赤字よとか言って。だから、腹嵐だよね、こっちとしては。1週間さ、要は、3食意外と買い漁って、動画撮ってて、意外ともう1日終わるんだよね、それで。今回やって分かったの。1日意外と終わるな。で、かつその返事がもう、動画本数、総本数200何十本あって、総時間が5、6時間だったんですよ。もう、だって並べただけで、それをこうギュッてギュッてテロップがもう全部あったから、これ力入れた企画だったじゃん、やっぱ俺らとして。で、この分、俺こっちやってるから他を全部この2人がやってくれたから、チームとしてもやっぱコラボ上げてる時はすごい大変だったなっていう印象があった。うん、この時期ね、これきっかけでいろんな人が見てくれるって声もあったしね。本当に嬉しいよかったね、それは。ここでやっぱりいろんな方が登録してくださってね、方も多分多くて、あとジャンフェスでもなんかあったんでしょ。ジャンフェスで会った時も、あ、1週間食べた人だ、うん、サインくださいみたいな、ね、そう、高校生ぐらいの方々とかが、その入り口って、ね、ここ入り口で、ね、あ、嬉しいなと思って、だからやってよかったわって思って、これは本当によかったよね。まあだからプライベートでみんなやってもいいんだよね、いた、こうやってみながらパッて、そう、あの真似してやってみましたって方に結構いたのよ、これとかね。いや嬉しいと思って、で、嫌だったらリセマラすればいい。リセマラゲームみたいな。リセマラね。そうそう、だからこれいろいろとね、うん、そう、あ、確かこの人ね、確か発足ね、ポーンっつって LINE で1週間かけやりましょうっつって、そうそう、いいそれっつって、そうだそうだ、やっぱだこの人なんだよ、優秀なんですよ、優秀な、うちのサッカーすごい優秀だからね、優秀だからね、うん、やっとね、認知されてきましたね。最初は最初一人目あったね、最初は入ったからな、入ったから詰まったね。いや、最近でもあるよ、サラさんが入ったんで企画が面白くなってきてる、よかったよ、ね、よかった、ほんと、やっぱ嬉しいね、まあ最初ってね、やっぱ新しいもんってやっぱなかなか受け入れ、まあ、しがちだからね、拒絶しがちですよね、ですから、うん、もう俺らでももう、まあまあ、入ってもらってよかったですから、信頼してますからね、本当に。じゃあ佐藤さん、2位、ワンピース、はい、斎藤さんゲームを超える。日本でリズムゲームですね。これはちょっと確かに印象的だ。これはその、あれ、これはね、これはね、悔しい、もうね、確かにもっと言ってほしいと思ってた、そうだそうだそう、動画っていう、ちょっと今上げてちょっと
見てもらいたいっていうのはあるんですけど、これちょっとぜひ見て、あのね、見てない人はぜひ見て、これ面白いよね。面白かった気がするんだけど、すごい面白い、うん、これなんだっけ、なんか俺がやろうぜって言ってたんだけどね、これなんかゲームでここでその場で作ったんですよね。ではない、最初の日がね、初回の方はもうええとか言ってあれだって10万ぐらいいってもいいんじゃないかぐらい思ってたもん。狙えるぞこれはとか言って、ね、10万回ぐらい超えてもいやこれ面白いから、みんなワンピースファンは ねどこでも飲み会でできるし、そうだね、なるほどね。あーでも確かにこれは俺も印象的だよ。だからちょっと残ってほしい、そう、あのもっと言ってほしい、これ面白いから、うん、これは面白いからね、ぜひ。これはみんな一人10回ずつ見てね一気にここでこうねドーンっていけば、もういけばたくさん人見てもらう可能性が上がるからね可能性が上がるもういいですか、1位。あ、じゃあ僕の1位でいいのかな。あ、佐藤さんからいく。はい、いいよ。じゃあ最後になっちゃうんだね。あ、オッケーオッケー。じゃあ佐藤さんから1位の発表です。佐藤さんの2018年ベスト動画1位は何ですか。第1回ワンピース船員ドラフト会議。あーこれは面白かった。ドラフトね、ドラフト会議面白かった。ビブルカードの最初で出たばっかじゃん時だよね、はい、そうだ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 。でマイカードに書いていこうぜっつってやったんだ。そう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 だそうだ。そこでマイカードが生まれたわけ。あれそこで生まれたんだ。そうだよ、そこでみんな書いたの、自分たちのマイカードも、キャプテン系もキャプテン系生まれたわけ。そうだ、まあ、あ、これ面白かったもんな。またやりたいね、これ第2弾。これできんじゃないの、またね。うん、またできる、ね、第2弾やりたい ねこれまたできるでしょう、うんうん、うん、いいと思う、これは素晴らしい、これはいい、堂々と1位。はい、じゃあ次、K さん。はい、はい、まあ、ちょっと1本かどうかはちょっとわからないんですけど、はあ、まあちょっといいですか、じゃあ発表して、はい、じゃあ K さんの1位何ですか。ワンピース疑惑が手足に消えてみたシリーズそういうことね、そういうことね、シリーズですね、もう。そうですね、完全に多分5年間やってきて、うん、僕が考えた初のシリーズコーナーだと思います確かに、もうなんか定番になってもね、今ね、これはね、うんうん、今スーパー大人気コーナーなんですよ。そうだね、そうだね、これ多分もう一生終わんないですから僕がワンピース続く限り、続く限り終わらないと思うんだけど、はいはいはい、まあ確かにそうだね。これいつ頃だい、これなんか NL とかじゃなかった、最初一番最初にね、それをやったんだよね。そうだよね、そうだよね、すげえ反響が良くて、これまた見たいって言ってくださったのを覚えてる。そう、うんうん、すげえ良くて、うお、めっちゃいいじゃんってなって、はい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 、で、ちょっとずつね、やり始めたんだよね、はいはいはい、でこれがね、結構やっぱ人気というかね、コメントでがね、すごいいいのですよ。うん、みんな書いてくれるよね。ほんとありがとうございます。毎日見たいとかっていうね、あ、嬉しい、もうくれるしね。嬉しいね。そうだ。で、結構意外とこういう原作に関するお話っていうのあんまやってなかったじゃん、うちは。はいはいはい。あの、ジャンプはやってたからね。まあ僕が一人でやってたって感じだよね。そうそう、やってたじゃないですか。僕はずっとやってたけど。だけどあんまり二人でって確かになかったかもしれないね。そうそうそう、あんまりなくて。でもでこれをやり始めたことによって、よりさらににわかが増したわけです、僕のにわかが増したって、にわか自身の、あの何、自身が、私はにわかです、俺はにわかなんだぞっていうのをより増したわけですよ、加速度的にいやなんかね、確かにこの辺からなんかキャラクター確立しだしてるんだよ、そういう意味で。俺はにわかですって、俺はにわかなんだぞとみんなが思ってることを聞いちゃう、やるぜって感じで、こう、なんかこう増したわけですよ、いろいろとね。そう。そうそうだ、意外とこれは、俺も楽しいし。5年間の集大成でございます。今までやってきた集大成の企画が。確かに楽しいもんね。じゃあ僕のラストいっちゃっていいでしょうか。はい。もうなんかもうみんなわかるよね、これはね。なんかまあ、なんとなく。謝罪会見。いやいやいや、謝罪会見去年だから。さっき見てたけど。未だに面白いんだよ。ケイさんのうんち漏らした話は超えらんないから、もう。絶対超えらんないのよ。生駒ちゃんのやつですね。違う違う違う、大ボケのやつじゃない大ボケのやつじゃないよ生駒ちゃん悪いみたいになるから大ボケのやつだなぁ、あったもんなぁ、あれはまあやっぱこれでしょう、うん、僕の1位、うん、本当に2018年を象徴する一本、こちらです、はい、ドッキリワンピース新ファンブックの公認 YouTuber に任命されました。もうこれでしょ、やっぱりですか。いやだって、うん、鮮明に覚えている鮮明に、うん、あの日のことを本当に覚えてる。あ、そう、何にも教えてくんないくて、うん、まあ、あの、シュエシェさんの、うん、ちょっと違う場所、うん、で、その辺遊園地があるんだよね、うん、だから遊園地の音とか聞こえてるから、うん、はい、目隠ししてくださいって言われて、わっ、これなんでいきなりバンジーだ、これバンジーか、なんかいきなりジェットコースター乗せられるんだみたいな、うん、うわ、怖い、やだな、やだなって到着して、で、なんか急に明るくなって座らされて、え、なに、なに、全然わかんない、全然わかんない、全然わかんない、うん、問題です、みたいな。はは、は、ワンピースの問題は、うん、
あ、これ、わかった、外したら飛ばされて、いきなり、わかったわかった、オッケーオッケーオッケー、じゃあマスク外しまーす、うえぇーしゅえー夢、だってもう、夢じゃん、本当にね、ジャンプずっと読んでて、ワンピースずっと好きな人からしたら、やっぱ集英社のあの、編集部に行くって、もう夢でしかないから、もう意味が、しかも想定の真逆だったからだから、うわ、これちょっとだ、大丈夫、怖い、目見えねえし、リアクションとか撮れんのかな、俺みたいな、動画的にね、それも考えて、やっぱり大丈夫かなと思ったら、いや、あれは本当にもうなんかよくわかんない感情がもう湧き溢れてで、内藤さんからその麦わら帽子託されて、その公認ですって言われた時は、いや、本当にやってきてよかったなっていうのは、やっぱり本当に感じました、もう、で、なんか感謝でしたね、いや、なんか改めて、本当にもう改めてですけど、2018年ここまで僕らを連れてきてくれたのはまず皆さんですから、本当にありがとうございます、もう改めてね。高橋さん、俺言い過ぎてうざいですって言われるんだけど、これは言います、これはこれはやっぱり感謝して感謝絶対すべきだと思うんで、本当に改めて本当にありがとうございます。まあそれでやっぱりそれがきっかけとなってというかね、まあ今年1年やっぱりなんかね、この夏以降、まああれが発表されたのは僕が変な髪型だったんで、まあ、決定したのは春ぐらいでしたけど、やっぱそれがおかげでね、なんかこのチームにもまた何て言うんだろう、なんか活動の源みたいなのがより一層、あ、ちょっとこれやるからにはもっとやっていこうぜみたいなね、感じ、新しい風も吹いたし、そういう意味でやっぱすごい印象的だったな、なので1です。はい、そんな感じですかね。すごいですね、でもいっぱい見てますね、やっぱワンピースが多いんですよ、やっぱ濃かったね、今年は。これ他の動画とかでもなんか印象的あります？ベスト3とかじゃないとかでも、ワンピ以外で、あ、印象的に他、トレジャーハントは、あ、トレジャーハントはね、やっぱね、もう一回やりますけどね、やりたい。なんかいろいろそのよくね、最近ワンピース以外もやってくださいって結構ありがたい声ねいただくんですけど、やっぱその絞ったことによって一気にたくさんの方見ていただいて、たくさんの方登録してくださるようになったんですよ、きっかけとしてね。なんかまあ振り返りなんでいいでしょ、裏事情、僕らのその方全部言ったって。そうで、結構本当にもうずっとこうだったんでね、伸びて減って伸びて減って、え、ワンピース以外もわかんのかよって人も多分いるし、逆にいや、ワンピースわかんねえよって人もいるから、こうだったんですよ、ずっと。で、悩んで悩んで悩んで、あげくもうちょっとワンピースで絞ろうってしたら、やっぱりグーってね、このだってほんと8万人から9万人すごい早いですもんね、一番早いんじゃない。これ上げてる時も9万いってんのかな、いってそうだよね、いってそうな感じがする。いってないかもしれない、いってなかったらみんなちゃんと登録もしてください、いくようになってしまう。そうそう、という意味で、だからいろいろと、だからね、またいずれそのね、ちょっとこの辺りからいろいろやっていこうかみたいなにはなるとは思うんで、確かにトレジャーハントは最初にやっぱり、あ、佐藤さん入ってやっぱよかったなって本当に思ってきたけどね、これね、入った時ですもんね、ちょうどこの辺だもんね。そうだっけ、それでこの人がいなきゃ成立しない企画だったじゃん、これね。ロッキーはでもまあやりたいですね、トレジャーハントもまあなんかできんじゃない。じゃあ前言ったのね、クイズ、ワンピースクイズをどっか混ぜながらこれいくとかね、はいはい、そういうのとかもね、負けたら食えないとかね、いろいろできそう。いや、面白い面白い、ワンピースありきのロケも面白そうで、いけそうだったもんでね。いや、今思えばでもだいぶ変わったよね、やっぱね、本当に色は変わったと思うよ。そのやっぱ頭が足んねえから、ここだけだと、そうそう、なんかね、偏ってんだよね、星さんにも言われたけど。いや、でもなんかね、改めて言うのも気持ち悪いけど、なんか何、チームワークが今年一番良かったと思う。そうだね、やっぱ2人でずっとやってきたじゃん。そう、ブレインが要は偏った2人なんていうの、もう飽き性だし、その時のことしかやんねえし、継続力折れねえしみたいな。で、要は一緒なのよ、そう、一緒、似た者同士、その根本は。で、それを成果なんか陰かみたいな、そんな感じや、そんな感じや、どっちかで言ったら表に出すか全く出さない、陽か陰かみたいな感じだったのが、要はそれをより、なんて言うんだろうね、味変えて考えてまとめてくれたのがやっぱ佐藤さんで、その間に入る感じね。そうそうそう、対局のこういう勾玉の間にいる人みたいな、なんかね、ハーフももちろんここ取りね、持ってくれるやつだったんだけど、あんまり来れないからね、仕事してるから。そうだね、まあサラリーマンは大変ですからね。あとだからあれじゃない、やっぱりヒゲチャレンジですか。ヒゲチャ、今もうそうですね、ヒゲチャレンジはもういいでしょ。ただあれ俺超好き、ヒゲチャレンジも貼っとくわ。
あれが一番いいでしょ。ヒゲチャレンジ、俺ね、俺クソ笑ったもん、あれ。今タイトルは絶対にバレちゃいけませんになってますね。何回か変えてますね。変えてる。どんな人見てほしいのに。あれは面白い。伸びないだろ、これは。あれめちゃくちゃ面白い。ケイさんのさ、カーテンのとこにこうやって、なんでもないよとか言って。明らかおかしいでしょみたいな。あとちょっと動画外だけどさ、うん、やっぱチャレない。まあそうですね、うん、そこが出会いですから。まあそうだね。もともとなんで佐藤さんが入ったかね、多分最近入った方は分かんないと思うんですけど、うん、僕らあの YouTube とは別で番組をやらさせていただいてたんですよ、うん、メインのあのパーソナリティとしてピタラジからね1年ぐらいやらさせていただいて、それが今年の春に、うん、変わって、うん、豪華なセットになってやっててで、そこで占い師の星さんっていう方とね、うんうん、一緒にその3人でね、うん、でこの人が作家だったんですそこの、うん、じゃあもう一緒にやっちまうよっつって、うん、で仲間に入ってね。そうかね、うんうんうん、この出会いでよかった。去年の10月ぐらいだよね、あれね、10月最初の出会いは僕が呼んでますからねそもそもこの人が俺らを選ばなかったらそうだね、今のこの状況はない。そうですね、もう終わってたと思いますよ、この。いや下手したらね、うん去年の10月もうやる気もちょっと落ちてたもんね。あの時期はどうしよっかってなったもんね。結構もう4年目になる時だけどね。今もう俺ら5年だもんね。もう丸5年やったんです。もう5年になったみたいです僕ら。ありがとうございます。そうだ、僕らもう5年目。丸5年だよ、うん、丸5年でしょ。2013年の12月24からですから、もう中身丸5年だから次6年目でしょ。すごくね、そんなやってんの。なかなかやってますよ。やってるね。なかなかやってますよ。いろいろあったな。でも去年の31もそう言いながらも明るいこと話してんじゃないですか、うん、生配信か。ああ違います、坊主の件に。絶対絶対触れると思ったよ大恥大恥も31もうだって振られてメンタルやられた後坊主にしなきゃいけないっていうその事件があって、あげたらみんなにも叩かれてあもう俺やだってなってた時期だった。地獄の地獄の地獄の時期だったねこの時この動画消したいぐらいだまあ一応残していきましょうか、じゃあね。いやまあそうですね、今しめにね、やっぱりこういうのは記録だから、ね、しんどかったよねこれ本当に。この時は本当にしんどかったあともちろんそうだ、ちょっともう全部言うけどライブ、ライブね、動画では今ね上がってないですけど、はいはいはい、ライブやらさせていただいて、うん、いや忙しかったもんね、ライブね、本当に忙しかった。あの辺りも曲作って、うん、その間ね編集をお願いしたりして、いや大変だったけど、まあ、すごい楽しかったねあのライブね、うん、いやギゴちゃんツッチも来ていただいて、うん、うん、でサポートのねメンバーの方々すごい人たちも来てね、うん、またやりたいね。だからねライブはちょっといつやれるかまだ確定はしてないけど、うん、あの必ず1年に1回は最低やっぱやりたいとは思ってるんでね、毎日でね、まあどっかでまたやれる時に、うん、まあもちろんちょっと新曲とかも頑張って作れたら、うんうん、作ってって感じでね、うん、まあ、ちょっと今この12月はすごい動画に力入れてたから、うん、そうだね、ちょっとまた活動ができたらいいかな、うん、歌の活動も、うんうん、すげえ喋ったこの動画2018年やっぱり振り返りだからすごい話したね、まあ、いいかちょっとぐらいはね、ちょっとまだまだやれてない企画もいっぱいあるからね、はい、ちょっと来年ね、うんうん、まだやっていくんで、うん、2019年もよろしくお願いします。お願いします。はい、今日も見てくれてありがとう。てんせいちゃんに登録やグッドボタンお願いします。明日も楽しもう。またね、皆様良いお年を。